フィリップス・スパークは、イギリスの作曲家。ブラスバンド及び吹奏楽のための作品で知られる。ロンドンで生まれ、10代の頃に、ピアノやバイオリンのレッスンを受ける。王立音楽大学にて、トランペット、ピアノ、作曲を学び、在学中にディプロマを取得。またこの時期に、最初に出版された作品である、コンサートプレリュードとガウディウムを作曲する。1979年、 ニュージーランドのブラスバンド選手権の100周年にて、長く白い雲のたなびく国、アオテアロアが初演される。卒業後、BBC の移植による3作品で、欧州放送連合のニュー、ミュージック・フォー・バンド・コンペティションで3年連続優勝を果たす。また、アメリカ空軍バンドからの移植で作曲したダンス・ムーブメントで、1997年にサドラー国際作曲賞を受賞。 2005年に宇宙の音楽で2016年に公共曲第3番色彩公共曲で NBA レベリ作曲コンテストの最優秀賞に輝く2000年に自らの出版社アングロミュージックプレスを設立し同レーベルより CD も発売しているイギリス、アメリカをはじめとして日本、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドなどで広く作曲家 指揮者として活躍している。1991年には、東京高生ウィンドーオーケストラの移植で、セレブレーションを作曲し、東日本大震災に際しては、日はまた昇るを送るなど日本との関わりも深く、多くの演奏団体に作品が取り上げられている。ブラスバンド作品、水槽楽作品両方にある楽曲は、スパーク自身によって、 ブラスバンド編成から吹奏楽編成へ編曲したものである。また、シンホニエッタ第2番やダンスムーブメントのように別編成の楽曲を転用することも少なくない。た他ほか、ありがとうございます。